い、お寮でございます。間違っちゃったよ。グダグダですよ。最初からだよ。いや、やり直しはしない。あえてしない。まあ、改めましてどうも、パーソナリティのお寮でございます。そして、本日ですね、ゲストに来ていただきました、美人さん、美人さんが来たんだよ。来るよ来るよ、隕石が来るよ。隕石かい。感じでですね、本当になおちゃんです。なおです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。なおちゃん脱がないで、なおちゃん脱がないで、脱いちゃダメ。いやだって、なおちゃん脱いちゃダメ。暑いからちょっと。今何人の男子がね、前かがみになったか。前かがみになりのボルサリーノ。いいね、この程度 あのギャグでこうね、笑ってくれるのは。今のギャグだったのって言われるとね、こうちょっと M 心ズキュンなんだけど、まあそんな M 心ズキュンはさておきながら、さておきながら、今日はあれです、夏にですね、はい、うちの弟の肉だるまこと、肉だるまこと、マッキーマキマこと、鼻水出ちゃった。ですね、収録いたしました、ここ代々木公園に、代々木公園に来ておりますですよ。そうですよ、はい、イチョウが綺麗ですよ。イチョウね、そう綺麗、本当もう黄色い感じが、黄色い感じがね、本来ならね、はい、輝かしい青春時代を歩んでいる、はい、そんな 若者たちがですね、若者たち、そうですね、男女でこう愛をね、はいはい、ポエティックに語らいながらね、あったかいミルクティーとかね、あったかいミルクティーとか飲みながら、あなたの手って素敵ね、いや君の髪の方が素敵だよっていうね、比べようがねえじゃねえかみたいな、その比較ものが違うじゃねえか。おかしいじゃねえか。じゃあだったら夜のテクニックぐらいこうちょっと確認しろよ、その場でみたいなね。その場でね、その場で高いのに、うん、それはその場でぜひやっていただきたいですよ。なお、ね、ちゃん脱がないで、なおちゃん脱がないで。まだダメですか、まだダメですか。水着まではいいけど。差し込んでくるな。そんな感じでですね、まあ今日代々木公園に来ていただきましたのは他でもない、はい、まあ全裸の写真集をね、あ、撮影するっていうこともあるんだけれども、そうですよね、まあそれはちょっと後から撮って、俺ファンの人に殺されるぞ俺。そうですよね。そうですね、なんて言わしちゃったよ。実は今日ビッグな俺ラジ企画といたしまして、お、もう思いついた瞬間から非常にやりたくてやりたくてしょうがなかった企画なんですよ、これ。はい。実は。なんでしょう。駄菓子チャンプ。駄菓子チャンプ。世界一うまい棒を探せ。お前の股間についてるのは何棒大をやります。なるほど。うん、何味大。それは後で舐めてください。そしたらわかります。なるほど。いや、ほんとこれファンの人に殺されたらね、危ない危ない。飲んでんのか、俺は。いないいない。いかんいかんいかん。いかんいかん。いかんですよ。真っ昼間からね。まだあったかい。うん、まだ。まだあったかい。夜はじゃあ俺が温めてあげるから。なるほど。楽しみにしてるわ。ね、まあ、聞いての通り皆さん、ノリのいい子ですよ。そんな子なんでですね、まあ、何を言う、まあ、ダジャレじゃねえよ。駄菓子をね。もう酔っちゃった。なおちゃんに酔っちゃった。もう何食べるんですか。次じゃあガンモ。ガンモ。ガンモ汁だくで。汁だくで。そんなことはいい。駄菓子チャンプですね。えい、これは、1人300円という予算の中で、うん、駄菓子を購入いたしましてですね、うん、その駄菓子で何がうまいかっていうことも語るの重要なんですけれども、うん、一番はですね、その300円をどう有効に使えたか、子供の頃の遠足をご想像ください。リュックサックに詰めてったよね。そうですね、予算いくらかとか決めてね、そう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 、できるだけいっぱい買えるようにね、そうバナナおやつに入りますかってバカな質問するやつがいてね、必ず毎年聞くやつがいるんだよね。いてこう言った瞬間ゲラ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 笑っちゃってね、そこでもう一かぶせ、夜のバナナはどうなんですかってなぜ聞かない。小学生やからだ。そうか。まだわからないんだよ。よーし、はい、まあそんな感じですよ。そんな感じのですね、まあ、下ネタをかぶせていきながら、リュックサックをいっぱいにするようなこう子供の買い方ってするじゃない、うん、しますね、子供ってね、そう、こう例えば同じ300円でもさ、うん、
当時は多分チロルチョコが1個10円なのよ。10円でしたね。あれ今も10円？今は20円。高い。そう、20円になっちゃったんだね。なるほど、うん、チロルチョコなんです。いや、全然意味ない。何だったんだ、そんな、はい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 、あの駄菓子をですね、あの子供心にもやっぱりこう、うん、1個10円のチロルチョコをこう、はい、まさか30個買うわけがないと。やっぱりこうリュックサックの中はお菓子でいっぱいにしたいから、いろんな種類のお菓子で、ね、そう、まあ、20円30円の世界をね、はい、こう渡り歩きつつも、はい、子供ながらに予算とか袋のこう大きいのを考え、100円だけちょっとカール買ってみようか、あ高いの1点買って、高いの1点買って200円でちょっとこう細かに買うぞみたいなね。なるほどなるほど。そういう戦略を立てたりもするわけですよ。そうですよね。もしくはあのちょっとバカなね、あの頭の弱い子なのか、あのもしくはなんかこうちょっと狙ってる子なのか、カール3つ買ってきちゃったりね。リュックに入らなかったんだボケのとかね。いっぱいなんだぜーって言って全部カール。全部カール。もうどこ開けてもカールみたいな、ね。味も一緒だったり。全部薄塩味みたいなね。そんな感じの、あの駄菓子のね、はい、購入の夢を広げておりました。あの、はい、遠足の時期でありますけれども、そうです。それを、うん、大人になってやってみたら、うん、どうなのっていうね、何買っちゃうの、何買っちゃうのこれっていうんだよね、はい、そういう世界をですね、はい、ぜひ味わっていただこうかなと、はい、それ駄菓子チャンプでぜひやりたいと思います、はい、なので、まずはあれです、下着だけになってください。わかりました、うん、どうして下着だけになってですね、下着の中にこう1ドル札とかこう挟んでいくね。待って、300円って言ったさっき。ひな壇に立ってるお姉ちゃんには手は出せないけれども、こうチップをね、そうひねって入れることはできる。そうひねって入れてどこ入れちゃうのみたいな。どこに入っちゃうのかなっていう、そんな感じの、はい、購入をしますので、はい、どんな購入だ。姉ちゃん連れてこい。目の前に、あ、いや私か、目の前にね、いますんでね、はい、まあそういう購入方法やっちゃうとさすがに これもんなんで、そうですね、これもんなんで、これこれですね、なんでまあちょっとこう竹下通りあたりですね、わ練り歩きまして、若者の2人で全裸で、マジで若者の通りを全裸で、今回全裸多いな、やめとこう、もう全裸、全裸禁止、全裸 NG、 全裸 NG にしちゃいましょう。全裸って言いたかったら今日はで電車に乗ってくるときさだったんだよねーつって、それがいい、もうトイレに入るのもしんどかっただったから。これいいな。今日朝カレー食ってきたよで。楽しい、うん、楽しい、ちょっといいでしょ、うん、こういう使い方もね、そうですね、できるのですよ。わかりました、うん、今日の朝は寒かったね、新聞取るのも冷たかったよで取ったからさ。出てくるな、いいでしょ、この脳みそ、さすがおりょうさん、おかしいよ。飲んでんのかお前はってね、これに関するのはいくらでも出てくるんですね、出てくる出てくる出てくる。ね、今日はあのちゃんとお母さんの言いつけ通りでした。どうお母さんよ、お母さん、お母さん、せめて前張りだけはガムテープだけは貸してあげて。どこに使うの。どこに貼っちゃうので。あ、まあそんな感じでね、なるほど、やっていきたいと思いますので、まだまだですね、時間はたっぷりと、あのここでですね、あのなおちゃんをね、知らない人がいらっしゃいますので、はい、まあ軽くね、はい、脱げ。脱いだ上での、脱いだ、あ、脱いだ上でのその、じゃあ踊れ、踊れ。脱いで踊ってみた、脱いで踊ってみた、踊ってみた、ニコン生で大発表、大発表、即アカウント停止、即逮捕。逮捕ですよ、うん、でも自己紹介を軽くね、自己紹介、はい、まあ3サイズは頭の上からね、まずね、頭から、うん、頭から測ってこなかったな、うん、見た感じ、25センチ、ちっちゃ、もっとでかい。私赤白棒が入らなかったんです。D、
でかいな。でかいんですよ。それでかいな。小学生の頃赤白帽が入らなかったし、うん、今も帽子は入らないです。男の人のサイズの LL でやっと入る。頭でかいんでーす。お、頭でかいなおちゃんだよ。なおでーす。頭でかいでーす。じゃあ、3サイズはじゃあいいや。3サイズは頭で、あ、うん、頭と同じぐらいだと思ってくればいいんじゃないですか。え、どこのドラえもん。細長。細長。細長。じゃあ、あれですよ。まあ、生年月日でね、年齢さらすのも女の子としてちょっときついかなと思う部分も、ね、ありますんで。皆さん今、ブーって音の間にですね、5発ぐらいビンタされましたよ。痛い、なおちゃん痛い、もう。もっと。もっとだろ、もっとなんだろ。もう少し強めに。いや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 。なんだ。どういう自己紹介すりゃいいんだろうね。何も決めてね。お仕事を言っちゃまずいしね。お仕事、辞める方の仕事は言っちゃうとでも意味ないでしょ。ちょこちょこやってるイベントコンパニオン、ほう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 、あとは OL、 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 パソコンをカタカタ、電話を片耳に挟んで ね、どんなパンツ履いてんの。そう。今何してんの。おいいねいいねいいね、はい、そこから手を使ってみようか。どう使うのがいいね。カメラがないのが残念だ。残念だ。ああ、もう撮ってほしいな、そういう姿。何仕事。はい、そこで腰浮かして腰。そんな OL 嫌だ。真昼間から。真昼間から。そんな OL。うん。自分だけかと思ったら隣の席のね、人もね、はい、何脱いでんの。何枚脱いだの。上からじゃなくて下からだって言ったでしょ。ちゃんとスカート履いたままね。こら。おかしなキャラになりつつある。こら。そんな。OL、 OL、 違う違う、それ違う。違う OL、 違う、ちゃんと頑張ってる OL、 違う OL、 ちゃんと頑張ってる OL、 ね、時々ニコ生に動画が出ちゃったり、うっすらうっすら踊ってみちゃう、うっすら踊ってみた、うっすら踊ってみちゃう。よく踊ったよねあれね。頑張った。相方の名前を言ってもいいのか、大丈夫なのか。モカちゃん、モカちゃん言っちゃった。モカちゃん、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 愛してる、愛してるよ、モカちゃん大好き。モカちゃん今度なんかスターバックスでモカ頼むときにいてね。モカくださいって言ったときに隣からはいっていう返事してね。はいって。私ですよぐらいの返事してね。何人いたらいいんだ。モカシ量産しなきゃ。あ、量産型モカシ。量産型モカシ。モカシごめんね。ネタ使っちゃった。そうなんです。俺モカシと話したことないよね。ないっす。だよね。ないっす。あの時いなかったもんね。いなかったです。うん。俺昔をねずっと誰かと勘違いしてんだよ。あ、本当ですか。ね、あれ誰だっけな、名前忘れちったんだけど、誰かとずっと勘違いしてて、あら、で、あ、この子はモカっていう名前でもやってるんだ。おっと、おっと、もう残り2分で、残り2分、はい、なおちゃんの、あられもない全部を吐き出せと。そうか、じゃあまず男人数からいこうか。男人数、うん、男人数はおじいちゃんとか入れてもいいですか。おじいちゃんとやったの。やったか、やったか、やらないかか。そこだったのか。おいおい、いきなりヘビーな近親相関からスタートしたぞ。大丈夫かこれ。質問の意図を書き違えたぞ。まあそんな感じでですね、まあ、おじいちゃんとやっちゃったなおちゃんですよ。この野郎、どうやったんだろう、この野郎。どういうプレイだい。何プレイなのかい。ほら。まあそんな感じでですね、これから準備をいたしまして。終わったら自己紹介、うん、もう今ので全部でしょ。マジックやってます。そうで、あ、そう、それも言わなきゃね。一応ね、カラクリガールズ、そう、手品師見習い中、見らない中です。見習い中、ね、見習い中、見らない中って見らのか。見らない中、そう、見習い中、え、見習うね、見習う、見て習う、見習う、見習うじゃない。見習い中です。見習い中、はい、見習い中ですよ。テレビにうっすら出てるんですよ、うっすら。もうやっとこの前、はい、でっかいチリジの画面で見て、はぁ、よかった、ありがとうございます。やっと見れたよと思って。リーダーの、はい、ごめんなさい、名前ちょっとキャップで、キャップ、キャップ、いつもこうね、元気はつらつ、はい、元気はつらつ、オロナミン C 的な、オロナミン C 的な存在感も頑張っております。そうそうそう、あのキャップの顔がですね、キャップカメラ目線になったんですよ。はっ、ここ
チョキン見つめ合っちゃったんですね。見つめ合っちゃった俺キャップの顔見てドキドキしちゃった言っときます。なんだったら脱ぐよみたいな断られます怒られて怒られキャップダメですキャップ食えないキャップダメあキャップ食えなくなっちゃった。キャップだから残念残念ってことでですね、大体言い終わった。そう、手品をね、うっすらね、カラクリドールさんのとこでやってる見習いさんですね。うっすら見習い中で、番組も言っといた方がいいよ。あ、いいんですいいんですいいんです、いいの、いいんです、うっすらうっすらなんです、うっすらなんです。すいませんで、昨日のね、あの人、はい、あのさっき言ったメールね、突然多分送ってくるだろうっていう人、はい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 、に言ってみたら、カラクリドール師匠大好きだって話だったんで、 ありがとうございます。ぜひ名前で言ってください。メタオさんなんで。メタオさん、ありがとうございます。大好きでーす。よし、メタオさん前かがみ確定よし、前かがみになれお前もうなんかくる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 縮こまっちゃえ、やった丸なんだ。まあそんな感じで、じゃあこれから準備いたしましてですね、はい、今日の企画の駄菓子チャンプをスタートしようかと思います。よろしくお願いします。なので、一旦このファイルはここで区切りまして、はい、次のファイルから脱いじゃってるよなおちゃんがっていうところからスタートするんで、まあ次のファイルをお楽しみに。オーリオでした。なおでした。